阿部、ノーアウト一三塁で送りバント。高校野球にはよくあること。投手ならしゃあない、素人目にはゲッツーでも1点欲しい場面だけど、プロ目線だと違うんだろうな。お声はピッチャーだった。原も王さんもびっくりしとるな。解説席は出せるだろうなという雰囲気でバントに戸惑っててくさ。巨人の点数はいつ入る？クソみたいな攻撃全国放送で晒してでくさ。進塁させるために粘るプレーしないと SB との差はここやで。史上最低の監督立浪の方がマシ。バントしなきゃゲッツーで1点やったかもしらんのにな。やっぱり立浪よりやべえだろ阿部って。お声がかわいそうやと初めて思ったわ。阿部有能説は全て吹っ飛んだな。原と王を呆れさせた男、阿部慎之助。27個しかないアウトを簡単にあげちゃう人。意味がわからん。このケースでバントするの相手がエースの時微妙なバッターが打席に立った高校野球くらいやろ。しかも2番やろ期待値ここまで下げに行く監督おったかな。あの流れからの無得点はさすがに草、これが噂のバント野球か、すさまじいな。ご視聴ありがとうございました。